神戸市立本庄小学校は日本の兵庫県神戸市東灘区青木4丁目にある公立小学校。現在の深江本町にある聖治寺の境内で1872年に開校した深江小学校と青木にある無料寺で1873年3月に開校した青木小学校が認められる。青木小学校は1886年の教育令改正により、 無料時から独立して、初等科、中等科、高等科8年生を敷いたが後に、初等科のみを残し青木館医小学校となった。1895年、本城村は、青木館医小学校の運営を隣接する、聖堂村と合同の事務組合に移行し、宇内郡本城聖堂両村組合立、青木人情小学校となった。1899年10月、本庄村は、 聖堂村との事務組合を解消するとともに、村内の人情小学校2校を統合して、向こ軍本庄人情小学校を開校した。翌1900年3月3日、木造2階建ての初代校舎が完成しこの日を創立記念日と定めている。1950年、本庄村が神戸市へ編入されたことに伴い現在の公明に解消。 1958年、児童数増加のため校区の東半分が深江文校の管轄となるが、同文校は1961年に神戸市立東灘小学校として独立した。1995年の阪神、淡路大震災では隣接する神戸市立本城中学校と共に校舎が大きな被害を受け、1997年に現在の校舎が再建された。 再建された校舎では震災時の教訓から屋根に太陽光発電のパネルを設置したり中学校とのフェンスを可動式にしてグラウンドを共用可能にするなどの改良が施されている。現在の校果は本庄村立本庄小学校に改称した1947年に制定された三代目のものである。作詞は 旧本城国民学校時代の1941年から1951年まで校長を務めた藤田幸信で作曲者は不詳とされているが校歌と同じ年に制定された神事清作曲の兵庫県民歌と旋律がほとんど同じであると指摘されている。校歌の歌詞にある五層の総輪は1937年に竣行した。 鉄筋三階建て校舎から取り入れられた衣装で、1998年に完成した現在の校舎にも引き継がれている。初代校舎は、明治後期の向こう軍本庄神城尋常小学校時代に制定された。二代目校舎は、大正期に制定されて、国民学校時代にも引き継がれたものであったが、両曲とも作詞、作曲者は不明とされている。ありがとうございます。